はい、皆さんこんにちは、アチェでございます。88のクリムゾン2やっていきたいと思いますよ。確かね、全パートで、エネルギー、なんか探知機発見したんだね。確かね、そうだ、マウラの探知機ね、下から2番目、左側の下から2番目ね、マウラの探知機を発見したので、どれか探そうというのと、実は、副総理の方から、コメントいただきまして、稲妻の剣ってありますよね。稲妻の剣が、ひょっとするとみんな使えるんじゃないのっていうお話をいただきまして、とりあえずリーマくんの稲妻の杖ね、稲妻の杖を渡す。で、私ね。はい。で、今度、マーロンくんが、これね、ナターシャさん使えると思うんですけど、おそらくね、おや？あ、これ魔法だ。道具ね。マーロンくんの稲妻、あったね。稲妻の杖を、ナターシャさんに。でも道具として使えんじゃないのと。さあ、おそらくね、使えなくしようとすると、逆にその方が個数発生しちゃうんですよね。開発で。なので、もう使えないね。使えないんですけど、だからね、わざわざ使えないようにするかなっていうところがちょっとありますんで。で、あとまあ、海売るちゃ、あ、そうだ。一個忘れてました。ごめんなさい。一個あれですね。おや？いただいてるね、資料、地図を見ながら、行きたいなと。まあ、これ用意するの忘れてましたね。本当に。行くしょ。はい、じゃあ行きましょうか。ここの町どこだっけ？ここどこだっけ？あ、そうだ、ここ犬の町だ。犬の町で失礼だけど。アルタイル、あれ？アルタイル？あ、違う、犬の町じゃないわ。アルタイルまで来たんだね。あ、アルタイルに来たのか。じゃあどこ行こう？ミドレーンが、ナターシャさんの町だったと思うんで、これね、ミドレーン、あ、ちょうど来たね。戦うで、道具。あ、使えそう。ちょっとごめんなさい。くしゃみが出ちゃった。で、攻撃。あら。ちょっと待ってね。あ、そうだ、最近ちょっと動機が多い気がするんだよね、私ね。ドキドキしちゃうのね。別に、セブンチンじゃないんですけど。ドキドキしちゃうんですよね。これなんかあんのかなと。あら？あ、私、ナターシャさんに渡しちゃった？あらあら。で、道具で稲妻の杖ね。あら？使えなかったね。稲妻。マーロンくん魔法唱えましょうか。ネオデストロイヤー。道具。あ、使えません。ああ。装備できないと使えないようにしてんだね。あとはじゃあオートで行こうか。いやー、残念。あー、使えませんでしたねー。ということは、これリセットレロが早いよね。リセットレロが早いのね。いちいちもう持たせるよりはね。はい、じゃあやっていきましょう。あー、使えませんでしたねー。なので、で、止まって、で、じゃあ探しに行きましょう。あとね、鍵の話ね、お聞きしたんですけど、鍵ね、あ、ちゃんと装備してますね。一応ね、万が一があるんでね、以前ゲームであったんですよね。ロードしても装備が外れてないというか、あれって全部リストかかってなくて、ステータスだけロードしてるみたいな、ゲームもあったので、ちょっとね、気になりました。で、今、アルタイルを出たので、このミドレーンは、あ、やっぱそうだね。で、ちょっとおろちょろしてみましょうか。この塔はあの塔だね。この塔は、そうだ、アルタイルで、わがまま言われるんですよね。私ね。で、こっち行って、あ、これはしばらく、あ、これしばらくなんもないわ。となると、あ、そう、カーロフに行ったのか。カーロフに行ったんだね。あ、これオートキーよりももう、あ、違う。あとね、いろいろね、この道具の並べ方ね、並び替えの方法も、いろいろご提案いただいたんですけどね。
これね、ドラクエだったら簡単にできたんでしょうけどね。今だから教えていただいたのは、誰かにあげていって、稲妻の杖を頭に回せばどうですかっていうのね。いただいてね、多分ね、それ、やった方がいいかなと正直思ってます。だからパート、この収録中にはやらずにね、次のパートぐらいでやろうかなと。正直ね、選ぶのめんどくさいんですよね、あそこ。だから、前も言ったと思うんですけど、ダイナソーではやったと思うんですよね、私ね。確かダイナソーではやったと思います。あとあれだね。どうしようかな。どこ回っていいか、もう全然わかんないからね。じゃあやってしまおうか。例えば、リーマ君。ナターシャさん、荷物そこそこ持ってんね。だからね、道具でね、ナターシャさんじゃなくてマーロン君の道具。これ、傷薬からいかないといけないんだよね。ああ、そうか、傷薬、渡す。ああ、ナターシャさん、これ回すのもめんどくさいね。この、渡すって押したときにね、このアチェにまでカーソルが戻ってるのが私で、ね。もうこれでもうめんどくさーってなっちゃうんで。いやー、なかなかね。でもあれだわ。曲長いこと聴けますね。これでね。ナターシャさんに行っちゃった。道具でマーロンくん。隕石のかけら。もうこれ、ナターシャさん。これがラストだね。で、道具ね。で、マーロンくん。魔導の盾を渡す。アチェさん。あ、いけるね。で、道具。マーロン君、魔導頭巾を渡す。アーチさん。ああ、じゃあこれじゃ持てないと。マーロン君、稲妻の剣。違う。それやったらもうどつぼにはまる。マーロン君ね。魔導頭巾を渡す。で、リーマ君に。ああ、リーマ君、これじゃ持てない。マーロン君、魔導頭巾を、渡す。捨てる選んだらね、もうリセット入れちゃうからね。はい。で、これで、今度私から魔導の盾を、マロン君で、道具でゴーバスさんが魔導の頭巾を、渡すでマロン君で、装備でマロン君で稲妻魔導の盾、これでいいですね。で同じ今度空いたので、リーマ君、傷薬を渡す、マロン君で、道具、リーマ君が、うわー、稲妻の剣めっちゃ下になるわ。マーロン君ね。はい、あれ、ちょっと今ね、気になったんだけど、あ、これ魔法だね。革の帽子まだ被ってなかった。あ、二人とも革の帽子か。はい、渡すね。マーロン君。これ、捨てるって間違えて選んだ時に、いっぺん聞き直してくれんのかな。渡すマーロン君ね。で道具リーマ君の、こんなもんで時間使っちゃってごめんなさいね裏でやりなさいよっていう感じになるでしょうけどいや一応表でやろうかなと、なっちゃいました。はいマーロン君ね。はい、で道具リーマ君の毒消し。これマーロン君いけるかな。道具、リーマ君の毒消しをこれ私に持っていこう。はい。で、今度道具でマーロン君から、あ、魔導頭巾持ってないんか。そっか、まだダメなのか。革の帽子をリーマ君にね。そっか、リーマ君魔導頭巾今度買わないといけないんだね。道具でマーロン君、あ、そうだ、あとね、視聴者の方でクリムゾン2解きましたというご報告をいただきました。これザナドであったかな、なんか何本かのゲームだったと思うんですけど、私のね動画を見て懐かしくなっちゃってやっていただいて解いていただいちゃうっていうのはね何度かありましたね。で決まって私が必ず抜かれますねまあそれは15分枠でやってるんで仕方がないんですけどね。どうしてもね、まあやっちゃうとね、やっちゃうと止まんなくやっちゃうもんね。ここでやめちゃうわけにいかないっていう感じになるので、まあ、抜かれるのは当たり前なんでしょうけどね。まあそんなことがあって、まあでもねそういうのを聞くとね、
配信者冥利に尽きるなと思いますね。本当にね、それは思っちゃいますよ。もう全然嘘でもないんで、本当に思いますね。やっててよかったって。これがカーロフの、この村カーロフと言いますですよね。で、魔導頭巾、ここで売ってないのかな。まあまあ、売ってるリストもらってるんでね。いやいや、聞くと、コメントいただいてね、私がよくわかりますね、というような感じで聞くと、やっぱ起動して、ディスクの中を、調べるそうです。で、結構ね、驚いたのがね、結構テキストはね、半角文字とかで入ってるって聞きましたね。16神じゃないんだって。まあ、ひょっとするとね、違うインターフェースで、違うインターフェースというか、例えばベーシックだったら普通に文字で入ってますんでね。で、マシン語でもそのアセンブラだったら、じゃあ文字で入りますもんね。で、マシン語だったら16神で入るんですよね。なので、そこら辺がちょっと違いがあるのかもしれないですね。魔導頭巾ないね、ここね。じゃあちょっとうろちょろしないといけないと。なかなか驚きました。私ね、アセンブルはね、マシン語やってないんですけど、アセンブルは一瞬やってね、画面の左上、88だったら、確かアドレスが C0000 だったと思うんですけど、そこにね、41番だったかな。コードがね、文字コードだと思うんですけど、あの当時は私、文字コードなんかさっぱり分かってなかったので、あれだったんですけど、文字コードだったと思います。ああ、これ楽になったわ。はいはいはいと。で、ね、そういうのが結構直接入ってきたんで驚きました。いやー、でも、それ分かるってすごいよね。いや、ほんとね、才能だと思います。もう、ゲームがなかなか買ってもらえなかったからだったかな。やることが、ゲームなかなかできなかったから、もう引き間でそれをしていたっていうような感じだったんですけど、お聞きしたんですけどね。すごいなと思いましたね。いや、本当にもう、その系統をなりわいにした方がいいんじゃないのってね。いやー、ハッカーになれますよ、本当ね。今本当日本はね、そのセキュリティの、セキュリティの人材がね、少ないということで。決していないわけじゃないんですけどね。日本のね、やっぱり能力のある方はね、みんなアメリカ行っちゃうらそうです。シリコンバレーの方にね。やっぱりね、給料は全然違うそうなので。やっぱりね、この国はね、何度も言ってますけど、この国はやっぱりね、ものづくりで成り立った国なので、ものづくりで、癖残ってるわ。ものづくりで成り立った国なので、やっぱり目に見えないソフトというものは、すごく、お金を出そうって、投資しようっていう気にならないんじゃないのかなっていうね、特におじいさん方、力を持ったおじいさん方はね、そういう感じなんだと、思いますね。まあもうそれは仕方がないのかなと。ですからもうね、だからもうそういう、ねえ、聞いてたら、いや、ひょっとしてね、私ね、ほんとね、一時ね、あら？コート選んだのに？私ほんと一時ね、ほんとやばい時ね、なんていうの、ハッキング勉強しようかなと思った時期ありましたもんね。もう本当に、もう、それでお金稼がないとやっていかれないんじゃないのってね、思った時期が、私にもありましたね。まあ、私にもって言ったら皆さんにもあったような言い方ですけど、本当にそれを思っちゃいました。その時にね、ああ、そうだ、アコーバさんレベル上がりました。特に私思ったのはね、IP アドレス差し押したいなと思ったんですよね。こんなこと言ったら怒られますけど。でもね、多分できるはずなんですよ。まあ、これで言って私そこまでテクニシャンじゃないんで、ね、わからないですけど、だから仕様をね、はっきりそのインターネット、まあ、OCI モデルっていうのがあるんですけど、それを覚えたら、きっちり覚えたらできんじゃないってね、思って、ちょっと考えた時があったんですけどね。ただ、本当にそこまでやろうと思うと、おそらく日本語の詩を読んだらダメだと思うんですよね。思ったんですよ。もう本場の英語で書かれた詩をちゃんと理解しておかないとと思ったので、ああ、私には無理ってね、なりました。いやー、だからね、そう、ちょっと最近も、何です？サーバーをね、サーバーというかホスティングでホームページをちょっとあだこだいじってやってたんですけども、ログね、私撮ってるんですけど、
ログ見てたらね、まあ、どっかから漏れるんでしょうね。全然公開もしてない、まだテストなんかのウェブサイトなのに、まあ、アタックくるくる、ほんとね。まあ、あれも向こうもコンピューターで、プログラムでやってるんでしょうからね。手でやってるわけじゃないと思いますんで、これどこだろう。ああ、これあそこか。南の方だね。あ、これ行ったらまた街があるね。あ、ライラスってなんだっけ。ああ、そうか、ライラスってあれか。ゴーバスさんのところだったかな。もうね、きっと、あ、そうだ、ワードプレスね。あの、有名なホームページの方式があるんですよ、ワードプレスっていう。ブログをね、プログラムとか HTML とかの知識がなくても、ブログが作れるよっていう、データベースお化けというか、そういうのがあるんですよ。で、やっぱりね、バージョン古いのは脆弱性があったりして、以前ね、某民主党の、民主党のというか、もう某議員さんの、ホームページが書き換えられちゃったっていうのが、それがワードプレスの脆弱性を使ってっていうことで、書き換えられちゃったっていう話があったぐらい、やっぱりどうしてもね、メジャーなものってね、狙われるんですよね。めちゃくちゃ。もうメジャーなもの使ってるかなっていうことでね。だから私もそのね、ログを見てたら、一体どういうとこに、私の作ったホームページの URL のどこにアクセスしに来てんのかなっていうのを私、ロギングするようにしたんですけど、そうするとね、WP って書いてるフォルダーとかね、ピュッピュッ見に行ってるんで、どういうことかな、あ、WP ってワードプレスかって言ってね、あ、これワードプレスにクラッキングしに来てんだっていうような、おそらくあそこで何か変なレスポンス、例えば確かね、ワードプレス、その昔にあった脆弱性っていうのは、管理者の権限がなくてもログインできちゃうっていうね。だからまあ誰でもログインできて中身一度触れちゃうっていうのでホームページ書き換えられちゃうっていうのがあったんですけど、そういうのを多分見に来てんだなと。で、なんかそれに近いレスポンスを返したらやられちゃうんだなっていうような感じがありましたね。今、これサーレムだから、あら?サーレムじゃない。サーレムじゃないね。サーレムに行かないといけないんだね、私ね。いや、違う。サーレムは行かなくてもいいんだ。あ、どこだっけ?思い出した。あそこだ。ちょっと待って。思い出したわ。こんなことやってる場合じゃないわ。と思ったらいい時間になっちゃいましたね。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。88のクルンゾーン、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。